西日本新聞は、福岡県福岡市に本社を置く西日本新聞社が発行している日刊新聞である。ブロック市、北海道新聞、中日新聞とともにブロック市三社連合を結成している。本社のある福岡県のほか、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県でなる北部九州五県で販売されているが、福岡以外の県では、 それぞれの県市に販売シェアで圧倒されている。発行部数は、長官が49104部、有官が45,277部。福岡県と佐賀県の内佐賀市中心部と栖市、宮城郡木山町の一部地域のみ、町有官セット、その他の地域は長官のみ発行されている。JR の福岡県内の駅と佐賀駅、鳥栖駅、新鳥栖駅及び、 唐津駅の構内にある JR 九州リテールの運営するコンビニ、ファミリーマートでは長官に加えて、有観も販売されている。なお、佐賀県版、長崎県版及び北九州本社発行版では、長官一面大事化に、佐賀、長崎、北九州と表記されている。過去には、山口県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県でも販売されていた。 山口県内では本市と中国新聞とデイリアが重複し競合していた。ブロック市同士の競合は全国でもここだけであったが、2009年3月10日本市の社会面で3月31日付をもって山口県内での西日本新聞及び西日本スポーツの発行を取りやめることを掲載し、同年3月31日をもって山口県内での発行を打ち切り、 山口市と下関市にあった市局も閉鎖された。またその後、沖縄県向けの発行も打ち切り、同年7月末には那覇市局も閉鎖された。また、宮崎県、鹿児島県では地元市や他の全国市よりも発行部数が少なかったため、2010年から宮崎、鹿児島両県の県域地方版を統合して、南九州ワイド版に番組表も 両県同一の内容に再編したが、2018年3月31日をもって、両県での発行を打ち切り、延岡市と薩摩仙台市にある市局も閉鎖された。一方、地元でありながら、長らく大手全国市の勢力が強く、手薄になっていた北九州地域の取材力、販売の強化を図るため、北九州市社の本社昇格とともに、北九州地域向け市面は、 一面を独自紙面化したものの北九州市近郊での現地印刷までには至っていない。また、有刊を下記の通りに大幅刷新した。2018年1月から西日本新聞の編集局は記者と読者が共に作る新しい報道としてあなたの特命取材班を開始した。通常、新聞社やテレビ局といったマスメディアは 行政機関や警察などへの当局取材や記者による調査報道をもとにして、読者や視聴者に何を知らせるべきかを判断した上で報じていた。アナトクでは、読者からの疑問や悩み事を、西日本新聞の記者が調査し、取材を通して判明した事実や経緯を、企業や行政にぶつけ、読者の要望に応えるオンデマンド調査報道を目指している。 ここでは新聞そのものの歴史を述べる。写真にかかる部分はこちらを参照。かつて存在していた地域版西日本新聞エリアセンター福祉園、西日本新聞エリアセンターの名称で新聞販売所を展開している。ただし、久留米市、佐賀市の一部店舗や福岡都市圏の店舗では産経新聞も委託販売している。佐賀県や長崎県や大分県の店舗では 日本経済新聞も委託販売している。熊本県では西日本新聞と西日本スポーツを地元紙の熊本日日新聞か全国紙の販売所に販売委託している。原則として西日本新聞と結びつきが強い富士ネットワーク各局を民放の一番手に掲載している。佐賀テレビの表記は1969年の開局から長年にわたって STS サガ、STS サガテレビと表記されていたが、2016年6月1日付から、サガテレビの表記のみに変更された。夕刊のテレビ欄は、NHK 総合、TNC、テレ Q、RKB、KBC、FBS、サガテレビをフルサイズ掲載、n h k イテレと NHKBS1BS プレミアムをハーフサイズで掲載。 中面には NHK 第一、第二 f m と福岡県内の民放ラジオ5社、BS デジタル単独テレビ10局、NHKE テレのデジタルマルチ放送に加え、ハーフサイズで NHK 総合と在福5局の明日のテレビ番組欄が掲載されている。土曜夕刊では放送大学テレビの週刊番組表も掲載されている。 夕刊の佐賀テレビの番組欄は、筑後地方の一部で受信が可能なことと、佐賀県の一部地域で宅配されているのに配慮して、掲載されている。自主公表された情報源、公式サイトプレスリリース、福岡県のその他の地元紙。ありがとうございます。